昔々選挙演説で言う5000円ありがとうございますが、5000円ありがとうございますだと思っていて、演説をすると街の人から5000円がもらえるものだと本気で思っていました。いやー、それだったらやるよ、私。演説。ももきゅん騒動よろしくお願い。鬼姫をどうぞよろしくお願いしますって言ったら、あ、5000円ありがとうございますってわあ、いいわ、これやりましょうかみたいなやつってはい、ということでこんな感じでね、スタッフさんもいろんな黒歴史抱えております。そんなスタッフさんたちでやっていくももきゅんラジオでございますが、はい、皆さんぜひいろんなエピソードを送ってきてください。以上、昔々私はなんであんなことをのコーナーでした。